の人も夢を見てるのかな。おそらくは。あの文字だらけの世界か、あんまり得意じゃないな。不満を垂れている暇があれば。はい。Thank you.
この…あ、不満…この人おしあの不満をたはーい。垂れている日、はあ、
何か言うことある？次は迷路は勘弁してもらいたいな。まったくだね。本なのに文字が苦手なの？何事にも例外はある。行くぞ。まだ遠いのかな。建物が大きすぎて距離がつかめないよ。どれだけ大きいんだろう。あるいはただの幻か。Thank you.
今度はもっと、何事にも、何事にも礼、なんだか大あの景色、もう勘弁してよ。これでもう村人たちが夢から覚めるんだよね。村長の言っていたことが本当ならそうなるな。やれやれだ、もうこういう言葉遊びは勘弁願いたいな。まあまあ、とりあえず村長さんに一言挨拶していこうよ。皆さん、どうもありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。こんな高価そうなものもらっていいんですか？もちろんです。名のある品らしいのですが、戦いのないこの村には必要のないものですから。では、ありがたくいただきます。本当にありがとうございました。Thank you.